最終兵器彼女は高橋真による日本の漫画。小学館の漫画雑誌ビッグコミックスピリッツで2000年1月から2001年10月まで連載された。単行本は小学館から全7巻と外伝1巻が刊行されており、累計総発行部数は400万部を記録している。略称はサイカレ、サイカノ。キャッチコピーは この星で一番最後のラブストーリー。2002年にテレビアニメ化、2003年にゲーム化、2005年に OVA 化されている。2006年1月28日には前田秋の主演による実写映画が公開された。2018年にはスピリッツ48号にスピリッツ通算2000号を記念して後日談となる2ページの読み切りが掲載された。英語タイトルは 漫画と映画は、ザ・ラスト・ラブ・ソング、オン・ディス・リトル・プラネット、テレビアニメは、C ・ザ・アルティメット・ウェポン、OVA は、アナザ・アラブ・ソングとなっている。北海道のある町で暮らす、修士とチセ。チセは、以前から好意を抱いていた修士に告白。そのぎこちない交際は、交換日記から始まり、二人は静かに愛を深めていく。しかし、ある日、謎の敵に、 街が空襲される。戦火から逃げる習字が見たのは腕を巨大な武器に変え、背から鋼鉄の羽を生やし最終兵器と化して敵と戦う知世の姿であった。戦争が激化していくにつれ、知世は力が暴走していき、肉体も精神も人間とはほど遠いものとなっていく。一方、囚人の周りでは親友や女友人、先輩たちが次々に、 戦火で個人となっていく。壊れていく世界。壊れていく愛。終始八世を連れて街を出る。ラストシーンは原作版、アニメ版、映画版ともに全く違う内容である。小学館よりビッグスピリッツコミックスから刊行。2巻の一部では英語のセリフが数ページ続くが日本語訳は書かれていない。しかし単行本のカバーを外し裏表紙には日本語訳が 書かれている。2002年7月3日から同年10月9日に、中部日本放送、ファミリー劇場で放送され、その後テレビ神奈川、毎日放送、RKB 毎日放送、テレビ北海道でも放送された。全13話。なお、TBK 以外の関東の独立遊曲及び、東京放送では放送されなかった。 CBC 初の自社制作深夜アニメ。在名局の単独制作では、名古屋テレビ制作の、六方破れくん、以来33年ぶりの自社制作深夜アニメでもある。終盤の性描写はない。スタッフ主題価格アリスト放送局、最終兵器彼女、アナザーラブソングのタイトルで、2005年に、全2巻が発売された。スタッフ主題価格アリスト二千二年から二千三年に、 かけて DVD および UMD が全後間で発売され、2006年に連価版の DVD ボックスが発売された。2018年9月12日には、テレビアニメ版と OVA 版をまとめ、廃版 CD を再編成して同梱した BD ボックス最終兵器彼女コンプリートブルーレイが初回生産限定で発売された。終始を主人公とした恋愛アドベンチャーゲーム。 プレイヤーの選択により知性の状態が人間と兵器のどちらに変動するマルチストーリー、マルチエンディング。限定版にはコトブき屋の制作した知性のフィギュアが同梱された。最終兵器彼女、アナザーラブソングに関するカテゴリー。ありがとうございます。